アザはアメリカを拠点に活動する日本人のロックバンド。神奈川県茅ヶ崎市出身のシンガーソングライター小田一洋とギタリスト松茂秀樹からなる。結成当初は4人編成であったが、小田一洋がベースボーカルになることで3人編成に。2009年、小田一洋と秀樹松茂全がレーベルに所属している間にカリフォルニア州ロサンゼルスにて結成。 帰国ル類に出会い7月1日に日本で正式結成。9月にはビクター・ルーキースター・ラベルより配信メジャーデビューを果たす。2010年、ファーストアルバム、オーバーチュアをアメリカでリリース。2011年より全米数々のアニメコンベンションやフェスティバルに出演。カズハ、ヒデキ、ゼン、マサヤの4人でロサンゼルスを拠点に活動。 サンフランシスコのアジアンヘリテッジストリートセレブレーションにてデビューし、ヒップホップグループファーイーストムーブメントと共演。2013年、セカンドアルバム、エボリューションリリース。2014年、カズハがベースボーカルへ移行し、秀樹、キ、マサヤの3人編成へ。2015年、テネシー州メンフィスへ拠点を移し活動。ロサンゼルスのウィスキー。 英語号やメンフィスのロックハウジリブなど様々なライブハウスでナショナルバンドと共演。共演者には元ガンズローゼズのギルビー、クラーク、トレイシーガンズ、トラプト、ワイティーなどがいる。2019年ミュージックエクスポートメンフィス公式アンバサダーに任命されロックンロール発祥の地メンフィスを代表するバンドとなる。ありがとうございます。